ジョン・ウィルクス、ジョン・ウィルクス、ジョン・ウィルクス、1725年10月17日から1797年12月26日は、イギリスの求心的なジャーナリストで、政治家、ロンドン市長も務めた。ウィルクスは、ウィスキー醸造業者イズラエル・ウィルクスの6人の子供の、次男として、ロンドンに生まれた。ライデン大学、ハートフォードカレッジ、 私立学校などに学んだ後、1747年にメアリー・ミードと結婚して、加算を継ぎ、バッキンガムシャーに住居を落ち着けた。ウィルクスは、一人娘のポリーを溺愛したが、妻とは1756年に別居し、そのまま婚姻関係を解消した。ウィルクスは再婚はしなかったが、豊穣な女性関係で知られ、少なくとも、他に二人の子があった。その例として、 悪名高い地獄の日クラブの会員でもあったが、後にウィルクスは、クラブの宝刀三昧を、新聞紙上で糾弾し、クラブを解散に追い込んでいる。クラブの会員には、サンドウィッチ伯爵、ジョン・モンタギュー、フランシス・ダッシュ・ウッド、ウィリアム・ホガースら早々たる名士が名を連ねていた。ウィルクスは、東大一の悪僧と生やされ、ひどいアブにらみと長い顎をしていたが、 それを帳消しにするなんとも言えない愛嬌があった。俺と30分も過ごせば、女にはごめんそうのことなんじゃどうでもよくなるのさ、とウィルクスはよく嘘吹いたが、女性を振り向かせるまでの時間は、自慢話のたびに少し変わっていた。彼は、この顔のせいで恋がたきにただで一月ハンデをやるような、もんだとも言ったことがある。彼は基地に富口がうまく、悪口に、 絶妙のお返しをすることでも知られていた。例えば、かつては地獄のヒクラブの仲間であったサンドウィッチ博に、ウィルクス、お前なんかこう主題でも天然痘でもくたばるがいいと、罵られたウィルクスは、各家、そのどちらになるかは、各家の裁きを受け入れるのが先か、各家の恋人を抱擁するのが先か次第ですと、切り返した英語のインブレイスのダブルミーニングによるダジャレである。 あなたを選ぶくらいなら悪魔に一票を投じますねある選挙人に冷たく言われた。ウィルクスはそうでしょうねとうなずいてから言った。で、あなたのお友達が悪魔なんでしょもし選挙に立たないことになったら私に票を回していただけるんですよね。アメリカ独立戦争ではウィルクスは政府の対アメリカ政策を求断した。その一方で犯罪には 原罰で望むことを熱心に主張し、年を取るに従って保守的になった。旧進主義者は、そんなウィルクスに失望し、ウィルクスは1790年のミトルセックスでの統一選挙に敗北した。1790年代には、政治活動から身を退き、旧進主義運動にも加担していない。1797年12月29日に死去した。ウィルクスは、 オイック党員で、はじめ大ピットの支持者であったが、1762年に、ビュートハク・ジョン・スチュアートが、首相になるのを契機に、急進的なザノース・ブリトン氏を創刊し、ハンス・スコットランド罰を掲げて、ビュートハクを攻撃し始めた。ビュートハクは翌年辞任したが、ウィルクスは、公認のジョージ・グレンビルに対しても、同様の攻撃を行った。百六十三年四月十三日、 議会開会における国王の演説の内容を、ノース・ブリトン氏45号上でウィルクスは求断し、先導的名誉毀損の罪で告訴された。ビュート博への攻撃に固くしていたものの、国王によるパリ条約の承認を同志が非難したことが、王には明白な反逆罪として移ったためであった。同月30日、ウィルクスと印刷業者に対する捜索令状が発行され、49名が、 一斉に拘束された。ウィルクスは庶民員を罷免、逮捕された。しかし、令状は違法であるとする民衆の圧倒的な指示を受けて、ウィルクスは間もなく釈放され、議席を回復した。ウィルクスは逮捕は権利の侵害であるとして、訴訟を開始、民衆は、ウィルクスと自由、45号を合言葉に抗議行動を繰り返した。 ウィルクスの性敵も直ちに反撃に転じた。ウィルクスの記事原稿を押収し、貴族院に提出し、これを、誹謗文書であると断じた。ウィルクスは再び罷免されたが、追放や審理に先んじて、自らパリへ逃れた。欠席裁判が行われ、わいせつかつ、誹謗文書配布のとがで、ウィルクスは1764年1月19日に、有罪宣告を受けた。 ウィルクスは政権の交代により罪が免除されることを期待したが、ヨーロッパ本土での彼の支援金も底がつき、1768年にイギリスへ舞い戻った。ウィルクスは反政府の支持を集めて選挙に立とうと帰国したのである。不思議なことに彼を即時逮捕せよとの令状は発行されなかった。ウィルクスはロンドンでは落選したが、ミドルセックスで当選し、四月に 大座裁判所に出頭して面積を放棄、懲役2年と罰金1000ポンドの宣告を受けた。無罪の主張は通らなかったのである。ウィルクスは同年5月10日に国王を誹謗する文書を作成した都がにより、大座裁判所の監獄に収監された。ウィルクスの支援者はロンドンの大座裁判所の前に集結し、公正なくして平和もなしと抗議集会を行った。 軍隊は丸腰の群衆に発砲し、7名が死亡する惨事となった。ウィルクスは速やかな恩赦を期待したが、得ることは叶わず、1769年2月に、ついに議会からも追放された。同月のミドルセックスの選挙で再選されたが、また罷免され、またまた3月に再選された。4月、議会は彼の再選を無効とし、罷免を支持する決定を行った。 めげないウィルクスは、ウィルクスを支持するために結成された、権利商店擁護者協会の同によって、同年、ロンドンの長老議員に当選した。議席の剥奪の決定を議会に撤回させることに、ウィルクスはとうとう成功したのであった。1770年3月に釈放されるとすぐに、彼は、ロンドンの治安官になり、1774年ロンドン市長に就任した。また同年、 ミドルセックスの庶民員にも再統制を果たした。彼の立身の決め手は逮捕令状も議会の政治報道への圧力も跳ね返して報道の自由を守ったことであった。政治的にはウィルクスはアメリカの植民地との戦争には反対の立場で組合運動と宗教的寛容の支持者であった。1780年頃からウィルクスの人気は彼が 急審さを失うにつれ下落した。ゴードン・ジョーランでは、妥協のない武力による鎮圧を主張として、人頭指揮し、ウィルクスと自由。と、あの有名なフレーズで声かけられると顔を背けることも、あった。同年と1784年のミドルセックスの、選挙では楽勝したが、1790年にはほとんど、支持が得られなくなり、選挙戦から撤退した。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。